ラジオのお時間です。すみません、ちょっとこれ今撮影者が遠くなりましたけども、こんな感じで。はい。はい。重心化からか。重心化。はい。まあかなり意外、ここも意外で、まあ、こう来るかという感じでしたけれども、アレス。アレスがむっちゃかっこよくなって、露出ねっぽい感じで。イラストはね、めちゃくちゃかっこよくなりましたね。完全に変わりましたけれども、反射ゲージスピード型とアビリティがマインスイーパー M に光属性耐性、ゲージでアンチ16バリアと神キラー M で、ストライクショットが完全タイプになって敵を貫く16ターンと24ターン、友情コンボ8方向レーザー EL、 貫通毒ロックアン衝撃は6。はいもともと神化の方が重力マイ水のパワー型で、エルドラドの紹介とかで結構使えてて、で進化の方がマイ水と神キラー持ってたんですけど、両方合わさって進化の方が全然あれ印象ないな。マイ水重力を持ちつつ神キラーを持ったんで、これはなかなか美味しいところ持ってきたんじゃないかなと思います。現状パンドラ進化とかショコラとか、あの辺が、はい、マイ水重力で結構少ないところだったので、最近のラウドラなんだね。そうですね、はい、かなり少ないと思います。でラウドラがそう今言った通り枠とかになってくるようなクエストだったりすると、結構ありなんじゃないかなと思いますけどね。あと神じゃないんだっけ、あれ幻獣か、ラグナロクはなんか他属性でキラーが入ったりすると、シュリンガーラが出た時に、他属性でもその神キラーを持ってたら雑魚に結構入るみたいなお話したと思うんですけど、あんな感じで他属性でも神キラーでワンパンライン超えてるとかがあったりすると、結構なんか使い道があったりするのかなって思いますけど。確かにな、はい、で SS すごい単純明快なこと書いてあるんですけど、これ割と出てたんで、こっちもちょっと期待していいのかなと思いますね。これだって普通にいい SS もらってるよね。希少なところをね、すごい取ってきたなってイメージはありますね、重力枚数なんで。これ確かにバランス、スピード型で重力枚数になるでしょ。少ないですね。反射となるとやっぱさらに少なくなってくるんで、ここになんかね、ちょうど1か月後ぐらいに家康が重心化したみたいなのは、もしかしたらそこで急に返り咲くみたいなのがあるかもしれないですけど、あるかも。やっぱ現状に重力枚水ポンって見るとショコラとかパンドラとかがやっぱなってるんですけど、両方とも今ねほぼ使ってないに等しいようなキャラになってるんで、なんとも言えんですね。遊戯とかラウドラがラウドラじゃない、アドブタが結構今のところ使うって感じなのかな。具体なんかね、確かに対光属性で具体的に使うところがね、だから今まで通りこれ確かあれですよね、29を楽にしてくれる、覇者29を楽にしてくれるみたいな最初で出来方したんで、そこは現状と同じで変わらず使えるんじゃないかなと思いますけど、神キラが有能ですからね。そうか、39でも使えたんだよね。確かに39、月曜日のところですかね。あ、39。イザナギのところで。39の専用機でできるんだ最初。そうだ、29しない。そうだわ。39度、そうなんで、悪くないんですけどね。友情も割と性能は良くなって、これね貫通だったらバカ強かったですね。貫通だったら本当バカみたいに強かったですね。神化が貫通なんでちょっと期待したんですけど、見直したら反射だったんで、さすがにそうかと思いましたけど。これでもそうね。なんか壊しそうですけどね。ちょっと今明確に出せないっていうのがあるんですけど、これでも神キラー M とかスワビでも良かった気がするけどね。正直強すぎるのかな。2倍ですからね。 EL8 ナスカとかもらってっから、アビリティは2つこっちあるけど、あれか今後期待ですかね。貫通変化の SS はバカ強そうですね。使いやすいし、なんか地味強になりそうだね。隠れ強いキャラとかに入ってきそうな。今後CMいきます。はい、近日登場こちらですね、ヤマトの神歌シリーズでいいのかな、分かんない、聞いたこと第2週だと思うんですけど、2個目なの自分前何だったのか全然。ああそうかもしれない。武見和地とかそうだ、そのヤマトの神々ですかねが来ますよと。はい、じゃあまず非属性大国主、猿田彦、普通主がガチャで来ます。また非属性ですね、重心化大国主、貫通ゲージバランス型とで、マインスイーパーも難治魔法陣にゲージで回復、で SS がスピードがアップして敵の弱点ヒット時に大ダメージですね。ターン16と20ターンで、友情コンボがヨーヨー弾と扇形拡散弾。はい、じゃあ一通りいこうかな。サルタヒコ光属性重心化反射ゲージスピード型と、でこちらが、超アンチ重力バリアに無属性耐性 M ゲージアンチ魔王陣と聖騎士キラー持っております。ストレーショットが、8ターンプラス16ターンの8ターンプラス8ターンと16ターンのジュレタ的にメテロ用1友情コンボがオールエンジバレットと超強貫通拡散弾 EL5 で最後ですね、闇属性普通主、貫通砲撃型でアビリティがアンチ重力バリア超アンチワープにストライクショット、触れた敵すべてにヒーゴール貼る14ターンと、24ターンかで友情コンボが超強ブレスと超強斬撃はい、まずあれですかね、大国主はかなりアビリティ的には非属性では貴重になってくるかな。ブリュンヒルデだけかな現状多分。でも貫通じゃないからそう撃手は違うんでなんか怪しいというかどっちかが現状ブリュンヒルデ自体がそうねどっちもで使えてるってことはほぼないからキライト魔法陣必須のクエストなんて俺聞いたことないし今。なんか別の特性で確かなんか1回かなんか連れてったことあるかもしれないけど、なんかブルーゲームではなんか使ったことあったイメージはありますけど、ね、貴属性ではないよね。なんとも言えないですね。なんとも言えないけど、まあ SS はバカ強そうですけどね。まあどうせあと捨てがいいからね。パンチゲージを出す方。で俺はヨーヨー弾アンチなんで。でも友情はなんかバランスいい感じだともらってるよね。ヨーヨー弾の大型さんのどっちもぶっ壊れてはないって。だから SS に振られてそうですよね。そうだね。まあ地雷拾ってからのみたいなのがやばいんだろうね。貴重なアビリティセットだから取っとけよみたいな、なんか意思を感じますよね。これはそうだね。あんまり友情とか強くしなくても希少性で押せるみたいな。でブルーンヒルデと一緒に接待とかブルーンヒルデがそれでね重心化したりしてここのアビリティが厚くなったりするのかわかんないけど、少ないねとこにはもう来てるから怪しさはある。はい。次サルタヒコ。こいつはあれですかね、大黒天が仮面かぶっただけに見えるんだけど天狗みたいになってるけどね愛染明か、愛染明で無双できる、バリ強いでしょうねこれ、これバカ強いでしょうねもう専用機って言ってもいいよね、専用機じゃないですかねこれ強いでしょ、これも他でも強そうだしね割とね。ただ愛染明を意識しすぎてもったいないですね。せっかく8ターン目で思ってるのにアンチ魔法陣がついてるのはこれが他のアビリティだと結構壊れてたかもしれないですね。アイリスとかがなんかまた強化する可能性があるのってやっぱ8ターンメテオとか8ターン自走って実質その劇中変化パネルだったり魔法陣をね避けれる SS としても使えたりするんでそれ自分で持っちゃってるからね。友情もなかなかいいとこもらってるしね。ヒット数を主に稼ぐっていう感じにはなると思うけど、なんか何とも言えないですねこの2体は。現状あれか大きく適正枠が変わるっていう感じじゃないからね。このサルタヒコに関してはなんかジョカとかの方が使えそうですけどね。ブロック9にしろ超 AGB はそこ結構有能じゃないですか。でメテオで落とせるやついるじゃないですか。確かに AGB だけで見ても超 AGB 持ってるからな。そうですね、超 AGB だけで見ても結構強いかもしれないですね。ただ超 AGB だけじゃ戦えないですね間違いなく。ソロモンとかもうぶっ壊れるんで結構。だ無属性耐性はでも大概ですよね。で次ですかね、 AGB アンチ文字、はい来ました、普通主。はい、こやつですかね。なんかちょっとプロメアっぽくない？なんか目の感じとかそう似てる。敵感やばいねこいつ。友情まあ強いねこいつはやばいと思う。こいつでしょ今回。こいつ結構いろいろ食ったんじゃないかな。なんで14なのこれ12でよかったでしょ。あと14なのかなヒーリングボール展開って。これ強くない？これ強い。これ現状はこの、まあ、AGB アンチワープ闇属性だけで見てもいやこれトップクラスに友情が強いんじゃないかな。いやこれめっちゃ強いと思うけど超強いでしょこれ。これめっちゃ強いでしょ、ちょっと限定ぐらいですよね、ちょっと前の友情だけ見るとそうですね、完全にまあそっちに打ってスワビでこれ弱いわけないじゃんね。言ってること全部強いもんねでゲージなしで重力超アップ取れて、調教ブレスと調教斬撃で雑魚処理もできる、ボスに火力も出せる、ちょっと SS が物足りないぐらいかな。 SS はまあなんか、そうね、サポートによったとかな。これ大黒天会の時代変わりそうですね。1個大黒天会か、大黒天会のああ、あそこダッキとかそうだね、1個変わりそうですね。今一時期ダッキって言われてて、ダッキの時代終わって今アリス艦隊とかジャンヌ・ダルクとか使われてるんですけど、これになりそうですね。まあ複数持ってたらの話ですけど、こいつ超強そうだね。こいつ結構いけるよね。まあ貫通だからアウトラきついかな、さすがにね。貫通きついから、さすがにね、これはきつそうですね。これ持っていて、持っといていいかもね。なんかダッキ持ってないとも、ここで引いてもこれなんか代わりには完全になるよね。今回は一番欲しいかもしれないですね。超ワープいいね、これね。やっぱり大きく差は出るけど、クエストによって。この前だから超ワープの恩恵すごい感動したよね。ザの神に活躍したとこね。もう名前忘れましたけど、あいつ直比、直比や直比とかね。超ワープもね持ってて、今おってなる系のアビリティですから、普通にこいつは強そうですね。はい、このままガチャキャラで一応降臨が岩永姫水属性と木属性の八戸の神で、劇究極が光属性ですね。天摘かぼし、かわいい、どっちもせなんだっけ、クエリー思い出すけど、色的に似てんなと思って。俺左のやつなんかケーキの兄弟。ああ確かに。綱吉でしたっけ？綱吉似てる。あ、そう似てる。緑と紫の感じすげえわかる。髪かなんか、髪かも可愛いな。髪か好きだな、この埴輪が。これいいっすよね。埴輪だと思うこれって感じ。やばいねこれ。これいいっすね。可愛いね両方。これがまあ近日中に来ますよと。はい。でさらに前ね。歳費が出なくなるっていうのを言われた時に、次のイベントからまた違うモンスターが来るっていうのを言われてたと思うんですけども、翼新たに登場します。まあ今回のねイベントからイベントクリア後に5区までにね、できるようになるみたいなんで、こちらも、はい、なんか全然テイストがあれですね、あれだね、なんかなんだろう、完全になんか、トリッピーがいるんですかね。戦艦系の何系って言ったらいいのか分かんないけど、カンコレ系、カンコレ系でいいのかななんかそういう、鳥もいるね。ね、なんか船乗ってそうですもんね。これが来るようなんでね、スプラトゥーンでできそうな武器使ってますね。嘘、ランチャーみたいなやつよねはい、こちらもお楽しみというところで、新超絶か、はい、とはいえまああれですね、反対地盤の超絶がまた来ますよと。こちら日時が6月21日金曜日19時から21時で来ます。東鉄、東鉄、はい、これがあれかな、なんかケンパチが使えるとか言われて噂されてたやつだから、まあワープ魔法陣になるのかな、ギミックもしかしたらね。なんか反射ゲーだった気がする。まあこれもすでにね、動画とか記事も多分できてる、いや記事の方がねすでにあると思うし、動画も多分探せば上げてる人かなりいると思いますんで、ね、事前に予習できるのかなという感じで、はい、本当なんかでも東鉄って感じがイラストだな、なんか硬そうですね。硬そう。何に乗ってるのこれ、椅子か、すげえ、椅子が進化したのかな。これ椅子なのかな、なんか竜なのか椅子なのかわかんないけど、甲獣っていうのかな、はいぐらいかな、はい、あとはあれか、前のねモンソニーが確か今年のねフラッパでも開催されるっていうところで、新アーティストの予想を僕らもしてたと思うんですけども、それが普通に発表されましたね。まあでもただなんだろう、モンストに実装されるとかアプリ内で来るとか能力とかではなくて、普通に CD 音源発売しますよみたいな感じで、来ましたエンジェリー・リーバーで合ってるから合ってますね。はい、エンジェリー・リーバー、これはウリエル、ガブリエル、ラファエル、ミカエルの4天使っていうのがね、はい、3属性プラス光属性だけで、来て、まあ限定オール限定のエンジェリーリーバー、エンジェリーリーバー、これ、はい、これなんか見方いろいろありますよね。これは4体で1アーティストとしてなんか限定として、まあフラッパに来るのはまあ 50% ぐらいあるかなと僕すでに思ってて、どういう着方するかなっていう、4体そのまま来る、もしくは分岐。俺ガブミカで分岐するかなと思ってるんですよね。ラハ売りとガブミカでなんかちょっと違うみたいな、でフゲンとモンジュあるじゃないですか。フゲンとモンジュってあれ同じイラストのアングル変えただけじゃないですか。なんで後ろにちょっと後ろ向きでいるみたいな、でそのなんか視点を変えたみたいなので22で4人映ってるけどメインになってるのがガブミカとウリラファみたいなので、なんか自分も珍しく一緒だったよ。そう進化と神化でそういうタイプです。ああ違うアングルでね、ありそうだよね。これはあるかなと思ったけど、普賢文殊の俺あれ好きなんですよ。裏が防御しててこっち特攻してるやつで、今回これちょっとね来たら俺全力で弾きに行くんですけど、これねアニメの方の声優なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから三川あさいさんだったりとか。あ、違うんだね。いや俺ね引くでしょ。しかもこれまあ絶対強い、これ多分強いでしょ。全部が合わさっちゃった。強いでしょ。これちょっと予想したいね。これ絶対強いじゃん。絶対強いでしょ。だって今のところ全員合わせたらあれですからね、ワープ入れ全部持ちますからね。重力ダメオ枚数になりますからねこれ。重力ダメオ枚数回復のでもだってちょっとそうね、確かに友情が電撃と十字レーザー EL で SS が号令章。そうです。オーランチ号令ですね。だからオーランチ号令、そうだ。オーランチ号令ですね。オーランチ号令でアイテム枠。アイテム枠。やばいね。アイテム枠。それも全部詰め込んだみたいな感じですね。あ、でも確かに。1個はちゃんと号令で、もう1個はオールアンチ SS のアイテム枠。オールアンチ貫通変化でアイテム枠きますよみたいな。てかありそうですね。それはオールアンチ貫通変化のアイテム枠はそんなぶっ壊れてないですよね。で、もう一個が28号ですよね。なんか確かにです。あと僕ちょっと今回パッてこれを発表した時に思ったけど、今回この動画で話さないと思ったんですけど話します。副属性、ここねこれありそうだなと思って、フラパっていうその目玉のイベントだし、なんか大きいなんかちょっとやっとくる変わった感じのを持ってくるなら、ここで4属性が入ってるんで、みんな何属性になるかなって多分予想するんですけど、これマジ何属性か分かんなくない？4属性だから急にもう4属性4属性。じゃあパズドラみたいに4個こっちの属性マークは端に隅っこみたいに。あれです、進化神化でガブミカとウリラファで光水とキーヒーみたいな。まあでもそろそろね、確かにもうそれも来ていいと思うからね。でこれはあれなんですよ、クエストで使えるんじゃなくて、俺これのキャラでなんか出陣前に選べるシステムになんないかなと思ってて、クエスト中にさキーヒーって持ってると、ガブは水耐性あるけど、火は弱点じゃないですか。だからそういうとこ考えるのめんどくさいじゃないですか。めんどくさい。なんでクエスト出陣の時にどっちにするか選べる。ああ。属性。なるほどね。だからあでも確かにまあ火のガブとも使えるし、火のガブとしても使えるみたいなね。あそれ面白いね。だからこいつ持ってるだけでなんか2キャラ持ってるみたいなイメージになりますよね。なるほどね。ああそれはでもいいかもね。一つの持ってるキャラでいろんなとこももっといけてっていうのは確かに新しい形かもしれない。でもなんかそうね、ガブいるのちょっと気になったけどね。いきなりガブね結構重心化言われてるからけど、こっちでも切っちゃっていいのかなっていうのはちょっと思ったから。多分ガン無視してきますよ。まず間違いなく。だってあれっすよね。2 for all とハイトクピストルズの時だってあれですもんね。ルシー重心化しましたもんね、そのあったっけ。ハイトク、いやあの時はあれじゃない、デビパンじゃなかったっけ。ですよね。なんで去年はデビパンだったから。で一昨年が2 for all とハイトクじゃないですか。ってことはその後ルシー重心化してるパターンでも OK ってことですよね。そうね。だからガブこう突っ込んでも同時で、あそうか同時になるからってこと。そう。まあ大丈夫じゃないですか。大丈夫か。でもガブ重心がこの絵にすればいいじゃん。これにすればいいじゃん。まあなんかもしかしたらつながってるかもしれないしね。なんかね。ありそうですよね。ありそうだよね。それは。確かに。だってここでね。なんならこれちょっとさ綺麗めじゃないですか。綺麗め。これなんじゃない。結構なんかラファエル違和感あるけどね。この中で一番。それわかる。もうちょっと年を落とせばいいのにね。そうなんだね。これで見てもらってわかんないもん。こっちのジャケットの方がウリエルしかわかんない。なんで色つけなかったのかなすごい思いますね。確かに。あ、それがでもなんかヒントになってるかもしれないね。まあ期待はしすぎずはあれですけどね。ちょっと欲しいですね。確かに。僕アニメだとミカが好きなんで。あ、そうなんだ。あとこの「絆スパークリングワールド」っていうタイトルだから、このモンスター入れてると絆メーターがめっちゃたまりやすくなるとかあるかもしれない。それどうでもいい曲はいですかね、今回はですね。最後ラキモンか、ラキモンをいきましょう。こちらバンジャジャーン、平清盛、ノバリオン、光源氏、李信昭。またなんかマニアックなとこですね。源氏ぐらいかな、みんな終わってたのは。光源氏はね、さすがに確かに最初の方の劇曲だし回りやすかったからね。で清盛もまあ昔のね波枠とかにもしかしたら、今でもクイバタ時代だから作ってない人の方が多いかもしれないですね。そうだ、確かにね。あ、その時完全に確かにそうだね。一時期タイラー良かったですよね、砲撃型のあれレーザーで持ってて。ノバリオンとかだってもう使わんから、ノバリオンも結構卑弥呼とかでご利用してできるし。ノバリオンとか覚えちゃいなもん。新安期もバンチャジャンもこの辺作ってなさそうだね。清盛、ノバリオン、源氏とかがいいかな。疑心暗鬼も別に簡単だからいいけど、はいぐらいですかね。ぐらいですね、今回はね。今回はまた新イベのモンスターが強いですけれども、あとはねディーバの能力が気になったりっていう感じで、はいですね。ナショニュースはあれですかね、本当個人的なことですけども、うちの猫のミコちゃんの避妊手術が成功しました。あれって失敗することあるんですか？なんかもしかしたらみたいな、そういうリスクが、もしかしたらその麻酔とかでそのままなんか全身麻酔でもしかしたらちょっとなんか意識が戻んなくて気づかない病気があってみたいな、そのと合併してみたいな。怖いけどリスクはありますね。猫ちゃんね、うちの実家の猫もねあれですよ、確かしてます。そんなことなの俺聞かされないんで。いやでも自分もなんかそういうね、やるまでわかんないじゃん。そういうのはよく聞くけどね、動物が犬とか猫がめっちゃ泣きますもんね、その避妊手術しないと。あ、泣いて、そうそのね、メスだから多分発情期に入っちゃうと多分やばいんだろう。おしっかで永住になんかね、まあおしっこちっちゃったりとかなっちゃうから。よかった。以上です。はい、なんでまああれこれねありましたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあでも本当にちょっとディーバはちょっとびっくりしましたっていう人はちゃんと登録お願いしました。まさか4人でね、なんかあと1人いないっていう感じになるとは思わなかった。うずめとかも言われてましたけど、確かにキャラパワー足んねえ。うずめ言われてたね。うずめじゃキャラパワー足んねえ。あとリボンだ、リボンはなんかはぶられた感みたいの出てたけど、まああれもうメンヘラの末路っすよね。リボンこういったマジでメンヘラじゃねえか、やんでるか完全にね、なっちゃったけど。はい、なんでね、よろしくお願いします。今回もゲーム大統領4からお会いしました。チャンネル登録。わかります。わかります。わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録ね。